はい、ということでですね、宇佐美さんからもいただいております。ありがとうございます。龍太郎くん、こんにちは。こんにちは。龍太郎くんが普段聴いてる音楽が知りたいです。またスポーツ選手とかが試合前に音楽を聴いてテンション上げたりしてますが、ライブ前とか大事な場面の前に何か音楽を聴いてテンション上げたりしてますか？これからも応援しております。お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。僕はね、結構音楽聴くんですけど、自分の中ではそのあるんですよ。仕事行く前に聴く曲とか、これ全部分かれてるんですよね。で、最近ねよく聴いてるのがね、 G-FRIEND って曲、 G-FRIEND って人、韓国の子たちなんだけど、ちょっとね去年活動停止しましたけど、めちゃめちゃ好きだったんですよ、この子たち。この子たちの曲を聴いてます、最近。あとはね、ビッグバンもそうですけど、ライブ前とかで僕結構、僕トイレにこもるんですよ、30分。本当に、ダメなんですよ。僕、人前に立つのが苦手なんで、とにかくライブ前は30分家に、部屋にこもって、トイレにこもって、もう精神統一なんですけど、そこでは、当時は、よく聴いたのなんだっけな、よく結構聴いてたんですけど、ピアノの曲、何かの曲をピアノに流す曲とかをよく聴いてました。とにかくね、気持ちをコントロールしなきゃいけないので、とにかくピアノを聴いてトイレにこもって30分間目をつぶるっていうのをやってました。本当に限界、無理なんですよ僕。で、ライブの行く最後の曲はなんかいろいろあるんですけど、必ずそこでも聴くのがあれです、輝く星に鉄、星に願いをは聞きます。絶対あれは聞いてライブ行こうって思いました。はい。で、逆にね、僕はライブの前とかはテンション上げる曲もやっぱ聞くんですけど、最終的に落ち着くのはピアノに落ち着きますね。しっかり落ち着いた状態で、やばいやばいって言いながら続き言ってて、で、その星の願いが流れて、よし行こうって言い合ってました。結構なんかそのクラブみたいな曲を流すってのも思ったんですけど、全然ダメだと思って。よくやっぱりそういうところはしっかり自分のルーティーンってみたいなのがあるので、必ずそこは意識してますね。あとはなんか朝の目覚ましとかも、ここ数年はずっと同じ目覚ましをしてるとか。とにかくね、流れる音楽に対しては僕は結構もう固定されてます。自分の中で固定しているようにしてますね。だから仕事前に行く曲は曲だとかもう決めてます、全部。まあ、ちょっと言ってしまうと私のイメージも崩れてしまうので、あえて言わないですけど、 そんな感じなんです。結構ね、なんか結構見てる人は僕が K-POP ばっか聞いてる、まあ、K-POP しか聞かないんですけど思いがちですけど、意外と1曲や2曲はちゃんと聴いてるんですよ、 J-POP の曲。まあ決まってるんですけど全部っていう感じですね。なので僕はどっちかっていうと、本当にトイレ、ライブとかはもう本当にこもってトイレで、ピアノだったりとかを聴いて30分とにかくこもるっていうのはやってました。やっぱり音楽ってね、すごくいいですよ。めちゃめちゃ大事だと思う。音楽の力っていうのは半端じゃないと思う。なんか音楽ってすごくいいなって思いました。ぜひ皆さん、僕が PV 撮ってるプレイヤー聞いてください。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、あとは通知のベルマークの方をオンにしていただいて、コメント、ラジオお待ちしております。バイバイ。